こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。そして今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日は無課金サブサブ赤闇属性縛り長老やっていきたいと思います。柴犬丸に引き続き動画ぶっ通して撮っております。まあね、ちょっとだけやったからね、はい、いけるんですけどね。はい、それではね、このアカウントでも本日よりスパイファミリーをからカラボでスパイファミリーコラボガチャが始まっておりますので、噛むんかい、結局。それを引いていきたいと思います。ちょっと友情ガチャちょっと一回だけ引いていい？てかもう引いてしまってんねんけど。はい、ノエルドラゴン、ありがとうございます。よし、でもう撮影時間がねちょっと遅くなったの、ツイッターのいいねキャンペーンをね待ってたっていうのもあるんで、はい、それでちょっと遅くなったんで、ちょっとお届けするのがちょっともしかしたら遅くなってるかもしれません。はい、でちょっとね、この無課金闇属性縛りで欲しいのがめちゃくちゃいましてですね、まずユーリブライア、まずここは欲しいでしょ。闇属性、もう純正の闇属性でしょ。でロイドフォージャさんがね、もう変身後闇属性、もう変身後闇属性はこのアカウント OK なんで、はい、もうそこら辺はねもう欲しいよね。 HP も高いし、しかも激減でしょ。欲しいし、あとは夜フォージャさんもね、ま、武器も注目されるがちながら変身後闇属性ということで欲しい。もう闇属性の戦力を補充するにはもってこいのコラボ来ましたね。長老の時代が闇属性芝居の時代がで狙っていっていきたいと思います。それでは無料から引いていきたいと思います。開催記念無料ガチャスパイファミリーコラボガチャおめでとうございます。はい、ドゥッ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 、いやー、長老のなんか八作のアイコンにふさわしいようなキャラが出ましたね。学長はね、でもね、この無課金闇属性アカウントにおいてアシストは OK なんで、副属性光にしてくれるってすごいいいんですよね。はい、まあ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 、ジョルノ・ジョバーナいるけどね。それでは、こちらもクリア報酬スパイファミリー聞いていきたいと思います。はいはい、あそこダイヤか。いやー、止まらんねー。おお、ちょっとこの子、やんちゃな子ですよね。失礼なやつめ。あ、違ったっけ、その、もう知ったかなんで、あんま語らんとこ。はい。それだ、スパイファミリーコラボガチャ、5連。これを待ってたよ。せめて、ロイドさんか、ヨルさん。はい、はい、はい、あ、そっか、全部ダイヤか。よし、来た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 。ヨルさん、ロイドさん。よし、来た来た。たとえあなた方相手でも私容赦いたしません。しかもね、早見沙織さんの、止めさせていただいてもよろしいでしょうか。早見沙織さんの声でしょ、声でしょ。いいですね。しかも2ターンのダメージ無効貫通でダメージ吸収無効化、こういうね、こういう複合の闇属性キャラがもう全然いなかったの、めちゃくちゃ嬉しい。で、しかも、使わへんようになったら、暗殺道具に変身、アシスト進化すればいいと。いやー、嬉しい。これは嬉しい。これは嬉しい。これは嬉しい。よし。お、いやー、アーニャ。オッケーオッケー。いった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 。武器どんなやったっけ？ピーナッツだよね。ピーナッツ、ピーナッツ欲しい。はぁはぁはぁ、いったんだらダメージ無効化か。で、発狂とか、最後のどうしても、避けられない発狂とか耐えるのに良さそうですね。はいはい、ちょっとね、なんとか学園組はちょっと揃いましたね。はい。この武器はグミアンセデズモンド家の聖獣。お、あ、でも三色武器強化が、僕のアカウント三色強化なかったんで、ちょっとそれは嬉しいな。ダメージ吸収無効化。オッケーオッケーオッケー。あ、でも闇作らんのか。はい。さあ、来い。あ、もう一人の子ね。はい。もう一人の学園の子。はいはいはい。この子の武器は羊のキーホルダー。あ、可愛いんで OK です。羊のキーホルダーは可愛いんで OK です。さて、いいねだけ、いいねだけ、お気に入りだけします。はい、お気に入り完了したんで、ユーザー情報、購入履歴、無料配布22個です。はい。
無課金継続中ですね。はい、それでは石使って弾いていきたいと思います。夜さんは出たんで、ロイドさん、ロイドさんのこっちのロイドさん、こっちのロイドさん、単体ロイドさん、単体のロイドさんが欲しい。よし、結構スパイファミリーをね流し見して内容を覚えてないほどの愛なんでね、答えてくれるか分かんないですけどね、ロイドさん、僕の愛に。ロイドさん、よし、ロイドさんやろ、これもこの流れ、この流れロイドさんやろ、ロイドさん。ああちょっとこれバラになる人でしょ、バラでしょ、バラ、いやバラ結構欲しかったんですよ。2ターンのダメージ吸収でダメージ効果貫通、自分以外の味方スキル2ターン溜まるで、スキルプラス30強化プラスチーム HP 指、いやーこれ良かったな、良かったな、オッケーオッケー、よし2回目、この今度こそ、もうロイドさん愛してるわ、今だけ愛してる、今だけ愛してる、僕と夫婦になってください、ほんまに夫婦になりましょう。ちょっとキッズだね、あのまだ夫婦になれる年齢じゃないから、はい、ダミアン・デモンさん、ごめん、大人のスパイを最後にね射止めましょう。僕ヨルさんじゃないけど、僕のことも好きになってよ、ロイドさん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 、よし、ロイドさん、ロイドさん、ロイドさん、僕でいいですか、仮面夫婦、僕でいいですか、僕をユーフォージャーに名前変えます。それでは結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。はい、いや、お目当てのとこ全部引けたね、ヨルさんのこの携帯とロイドさんのこの携帯、いやーちょっと長老の戦力補強バッチリやん、今回のドラフト豊作ですね、よかった。はい、それでは、ごめんなさい、バカちゃんと置いちゃった。それでは、皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、この動画、面白ければ、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。そして、皆さんのガチャ結果も、どんどん教えてくださると嬉しいです。あとね、あと何交換したらいいよとか、そちらも教えてくださると嬉しいです。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。めっちゃカメラドーンとなった。お疲れ様でした。それでは私、お相手はゆうでございました。